はい、あだちです。今日一日のノルビット外してワクワクダイエットでいきましょう。よし。いや背中凝った。こないださ、全然余談なんだけど、トランポランド東京だから、トランポリンやりに行って、うちの息子がトランポリンやりてえとか言って連れてってくれとか言うから連れてったんだよ。でトランポリンをもうね3回飛んだぐらいで腰がグギって言って、うわやべえもうダメだと思って、それで腰がトランポリン飛んだだけで腰がグギってなるのはもうジジイだね。まあいいや、どうせジジイだよ、関係ないからね。よし、今日も名言いってみよう。今日の名言これどれだ、これでいこう。はい、石川さゆりさん、天城越え歌手だよね。いつも歌っている歌ですけれども、今日のお客さんには今日の私の歌を聴いてほしい。いつも歌っている歌ですけれども、今日のお客さんには今日の私の歌を聴いてほしい。もう天城越えなんか何千回も歌ってんだろうね、石川さん。いや、というのはね、実はね、俺も講演会でさ、まあまあありがたいことであちこちで呼んでもらって、あちこちでお話をさせてもらうけれども、まあ基本同じ話じゃん。俺実はね、俺の講演のこう、まあ台本って言い方変だけど、パワポの資料って、全部話したら、多分、5日間ぐらいは喋れるんだよ。全部喋ったら、あの5日間、ぶっ通しでね、俺の体力とか抜きにして、分量の問題。5日間ぐらいは喋れる分量はあるんだけれども、でも、大概いつもさ、講演会で、ここはじゃあ60分でやってください、ここは90分でやってくださいって言われたら、大概抜粋するとこ一緒になっちゃうんだよね。一番いいとこ出すから。だから、まあ、毎回いつも喋ってる話と一緒で、俺も喋りながら飽きたなとか、あれ、今日見た顔のお客さんだけど、何回も聞いたことある話だな、この話では、たまに思うんだけど、でももうそこは気にするのやめようと思って。だって、今日の俺の話を聞いてほしいから。いや、歌手の方もさ、同じ歌を何度も歌ってるけどさ、あ、この歌一度前にコンサートで歌ったことあるから、今回のコンサートで歌うの恥ずかしいとか思わないじゃん。ね。落語もそうじゃん。同じ話じゃん、台本上は。でも、この話は一度講座でしたことあるから、もう今回の講座ではしないとか言わないじゃん。その日の出来だからさ、その日の空気によっても違うしさ。同じ話でもちろんお客さんもオチも笑ってき、オチも分かって聞いてるよ、落語とか落語ファンは。でも今日の話を聞きたいんじゃん。いやだからまあ、俺の講演会と落語とか歌を一緒にしちゃ失礼かもしれないけれども、俺もそうかなと思って、もうあんまり気にしないでよ。あ、この話一度してるわ、あの人の前でとかいうのも気にしないで喋ることしてんだよね。でも面白いもんで、よく聞きに来てくれる人は、今日のは良かったよ、あのくだりが特に良かったとか、あそこちょっと抜けてたね、興味のこと言ってくれる人もいたりとかさ、いてさ、まあ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 。でね、これはまあまあ、何をあなたの参考になるかと思って喋り始めたかというと、まあ、これはさ、スピーカーとかやってる人とか、あとこう、よくまあ俺が教えてるさ、8ステップ、あなたを売り出す最強法則が8ステップとかお教えしてるけど、それとかで多くの人が、あ、これって、例えばブログとかに書いちゃったら、講演会で喋れなくなるからもったいないとか、これは講演会で喋る用のネタだから無料プレゼントに乗っけちゃもったいないとか思う人がものすごく多いんだよ。みんなほとんどの人がそう思うんだよ。俺も最初はそう思った。でも関係ねえから、全部出したもん勝ち。もうブログの記事も全部書いて、無料プレゼントにも全部載して、そして講演会では同じ話をしていい。だって生のあなたの声を聞きたくて来るんだから、講演会のお客さんは。まあだからちょっとこうね、個人コンテンツホルダーで自分のものを出して、こうオールナイトステップなんかをやってくれてる人にはもうこれは強く言っておきたい。同じことを2回言っちゃダメとか考えなくていい、もう同じでいい。それでもこう面白いのと思って聞いてくれるからさ、的なことを今日これを読んで思いました。石川さゆりさんのこれを読んで的な感じですかね。今日なんかちょっと短めかな。あ、まあ大丈夫か、4分半ぐらいか。よし、そういうことで、臆せずあなたのコンテンツを惜しまず全出ししていけ。俺もそう思っています。頑張っていきましょう。あなたでした。